ヤフー YouTube、どうもナクです。さて、今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。で、今日はですね、昔、まあ今もやってるんですけど、今やってるのかな？今、最近ちょっと前に話題になった、東京ラブストーリー。もう僕けど、僕が子供の頃やってなかったの、もっと前だと思うんです。やってた。僕が幼稚園から小学校ぐらいの時かな。の感じ、東京ラブストーリーの時のキャストの方々と、まあ今やってるのかな、ちょっと前にやってたキャストの方々を何人かやらせていただこうと思います。で、まずはもうこの時代のロン毛の象徴ですね、江口洋介さんが多分本当にロン毛の最初なんじゃないかな。福山さんも短かったし、キムタクも、まあそれぐらいからかもしれないけど、江口さんのこの、まあボブ、ロン毛時代。で、この髪型はもうシンプルに、ボブ、長めのボブ。この時代って量を減らすとか、そういうのってあんまないんですよ。そう。基本的にはもう重めのスタイルで作ってたっていうのがベースです。で、この時なんかもう基本この、タートルネックの間、もう首、顎ラインぐらいで、ボブ。ダンもほとんどつけてない。もうほんと1センチ、2センチぐらい、もう軽くもう伸びてきた感じのボブをもう耳にかけて、ちょっとここに空間ができてるだけなので、基本的にバッツッとボブです。で、上の髪の毛ももう重いまま、ダンもあんまりつけずにやるっていうのが、この時代のトレンディーの、もうベストな髪型、ロン毛の。うん、もっと長い時、なんだっけ、名前が出てこなかったけど、福山さんとかが出てた。一つ屋根の下か。何でしたかな、時なんかもっと長いですけど、この頃はもうトレンディーもバッツッとボブ。ボブでもう本当に重さ、量も減らさないで、重めのボブっていうのが主流です。もうこれが基本的なスタイル。うん。で、やっぱり、こんだけ厚みのあるボブって、量がもともと細かった、少なかったりとか、細い人とか、だとやっぱりペタンってなりやすいので、やっぱり量が多い人じゃないと、こういう質感だったりとか、この丸さだったりとか、こういう厚みだったりとかっていうのはやっぱ出にくいので、やっぱちょっと細い人とかは僕はちょっとあんまりこうやめた方がいいですよね。もっと段つけた、もっと段動かすようなスタイルの方が似合いますよっていうふうには言いますよね。うん、これはこれでまあなきにしもあらずです。で、鈴木保奈美さんですね。鈴木保奈美さん、この時代で、この時代から今の時代もそうですけど、ちょっと前からも流行ってますけど、シースルーバングって女の子流行ってるじゃないですか。だからもう本当にこの辺、もう本当この鼻筋のとこだけピッと取って、もう本当に細いみたいな、前髪なのか前髪じゃないのかみたいな感じのもこう広げたりとかして、ちょっとピッとこうオイルとかつけてやる。で、この時代なんて、まあ幅的にはここの幅ではなくて、広め、まあ目尻とか、まあ黒目の端とか真ん中ぐらい取ってますけど、奥行きほとんどないんです。奥行きちょぴっと、本当に5ミリ1センチぐらいの、この範囲だけを、まあ、短く切ってデザインして、あとはもう、本当サイドパートとかセンターパートでもいいんですけど、分けて、で、もうボブ、重めのボブ、さっきの江口さんじゃないですけど、江口さんの方も伸びてきた重めのボブにちょっと前髪をつけてるって感じなんで、変な話、時代は回ってシースルーバングなんてもうこの頃から、まあ、シースルーっていうか、こういう薄い髪型ね、前髪っていうのもあったんですよ。ただそれがちょっとデザインとかを変えて回ってきてるっていうだけで、もう新しいですよみたいな感じで言うけども、新しくもなんともなくて、ただ時代が巡り巡ってちょっと変化をしてるだけっていう感じなので、もう僕はもうこの頃からあったんだなっていうのは思います。うん、まあ、これだけ短くすると結構ね、うん、でしかもボリュームをふわって上げるから、こうマジックカラーとかでね上げるからですけど、まあこれでもう変な話で、もうあと目にかかるぐらい長ければ、で、ペターンとこうボリュームも抑えてやれば、もう今時のシースルーバングですからね、基本的に変わらずです。まあ量も減らさないで、で、しかもここもね、重めの重めじゃないですか、バツンと重みがあって、下にこの厚みがあって、ちょっと台形っぽい形になるじゃないですか。これがもうこの時代の重めのボブでトレンディーだったっていう感じだったので、まあ、この時代結構やってる人とか多かったと思うんですけど、うん、まあ重めで作るっていうのが主流だったっていうのが、この時代はあります。うん、で、伊藤健太郎君が主役で新しくやりましたよね、確かね。うん、で、この頃なんかの伊藤君の髪型なんてもうシンプルなショートのマッシュです。
何も難しくない。もう長さだけ決めればいい。前髪が目にかからない程度の長さ、ギリギリかかるかかからない程度の長さで、サイド、耳に半分かかる程度の長さのショートで、襟足は刈り上げないで収めて、もう首に沿うような感じで収める感じでの長さで切ってくださいって言ったら、もうここも長さ切る、ここもショートっぽく切る、後ろも収めて切る。で、もうそうするともう前髪と横をつなげればマッシュになるんで、この辺がちょっと長いけどね、少し。なのでバツッとつなげるんじゃなくて、前髪をマッシュベースでまず目尻ぐらいまで切ってもらって、そうするとこの横のサイドの部分、サイドの部分をショートっぽく、要はマッシュってパツンなんだけど、ショートヘアっぽくってすると段がつくような感じの、こういうショートになってくると、この辺が残るようなショートヘアになって、目の周りちょっと残すような感じでお願いします。でそこを軽くつなげるような感じでお願いしますっていうと、まあ、シンプルにこのぐらいになります。で、もう襟足は別に普通にもうシャツとか着た時にこうあんまりつかないぐらいまでのギリギリの短さ、刈り上げない程度でもう短く切ってくださいっていう。であとはもう段ちょっとつけて、であんまりこうなんだろう、ワックスとかもつけずにもうさらっとクリームとかだけつけるかつけないかぐらいの感じで仕上げるのがベストですね。うん。伊藤君の場合別に毛が多いわけでもないし少ないわけでもないし、普通な感じでやってますね。別にアイロン操作も何もいらないですし、うん、別に量をそんな極端に減らせっていうわけでもないですけども、段をつけてちょっと動きが出る。これが多分段がないとまたトレンディーっぽく重めなマッシュヘアみたいな感じになるんですけど、やっぱ大きな違いは段をつけたりとかちょっと量を減らすかっていうので、雰囲気とか見た目がちょっと変わってくるっていうのが一つポイントにはなってくるかと思います。うん、あとは清原翔くんですね。この時の清原翔くん、まあ清原翔くんで、ね、前もやったんですけど、基本的にはもうマッシュのマッシュウルフでいいと思います。もうマッシュウルフなんで段をつける。マッシュっていうのはあんまりこうね、丸く丸くこうパツンと切ってあるマッシュベースに対してなんですけど、ウルフって襟足が長いようなこう見えてくるねパターンで、ウルフなんでこう段をつけてないといけないんです。そうなので、この辺も動きを出すためにマッシュベースの長さは残すんだけども、全体的に段をつけて、でそれに対してパーマを緩くかけたり、毛先、もう毛先だけ、毛先だけ、いっぱい毛先だけ、コテとかでやると大変なんで、パーマかけた方がいいですよ、楽だから。うん、パーマくる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 ってかけて、襟足もちょっとね、襟足がね、こう収まるんじゃなくて、ちょっと外羽っぽく毛先遊ばせるような感じでつけた方が、ちょっと清原くんっぽいようなイメージになりやすいと思います。うん、で、黒髪で、で、しかも、量を減らさないとダメ。これ段つけただけじゃダメで、量を減らして軽さで薄さを出すから、こう前髪の薄さだったりとか、動かした時の動きの浮遊感とかが結構出やすかったりするので、もともと量が少ない人はそれでそのままでいいですし、量が多い人とかだったら段をつけて、量も減らしてパーマもかけてっていう風に、まあいろいろとこう対抗はしていかなきゃいけないんですけど、まあそういうのをすることによって近くはなるかなって、まあこれは本当に今っぽいというか、新しいような感じのヘアスタイルですよね。うん、まあ時代が変わるんですよ。どんどん変わっていくんでね、あれですけど。で、小田井さんですね。はい、皆さんがもう永遠の憧れ、小田裕二さん、まあ、今もかっこいいですけど、もうこの時なんかはトレンディーの先駆けのヘアスタイルをしてますね。刈り上げて前髪長くてっていう感じので、この時なんかはこのね、こめかみと眉のね、眉ラインよりもちょっと上、こめかみちょっと下ぐらいの間ぐらいかな。まあ大体こめかみぐらいでもいいと思うんですけど、そこから8まで通る。で、ボンノクモまで。ボンノクモちょっと上ぐらいかな。うん。結構、ポイントが上になってくる。そこまでを刈り上げないけども、もうギリギリ短く。もう本当に、バリカンで刈り上げるんじゃなくて、ハサミでも短く。短く甘めに刈り上げて。刈り上げて、上の部分はそれにつなげるように短くは切っていくんですよ。短く切っていくんだけども、あんまりこうツンツン立たせるような感じではなくて、まあ短くなりすぎず長くなりすぎずみたいな、マッシュなりすぎず重くなりすぎずっていう、まあ、ちょうどいいところまで切らなきゃいけないんですけど、それに対して前髪を少し長く伸ばすね。なんだろう、前髪を少しこう前にかかる程度のちょっとこう長いやつ、少しこうちょっと前下がり、ここのラインからちょっと若干前下がりっぽい前髪になってくるんですよ。そう。で、それに対して、まあ全部段をつけてって、で、量を減らす。そう。前髪の量を減らす。この辺はね、重くていいんですよ。
そう、まあ、ちょっとだ量を減らすぐらいでいいかな、量が多い人とかは。で、前髪をちょっと薄くするっていうのが、このところのショートのヘアスタイルのトレンディーさが出てるっていうような感じなので、そこだけ間違えないように。うん、ここも重になっちゃうと、ちょっとバランスがおかしいかな。昔で言うと、藤井フミヤさんとかがやつ前髪ちょろんって長く垂らしてるのもそうだけども、まあ、極端ですけどね、あれ長いのは。うん、だけども、この辺をあんまり好きすぎず、要はある程度残しておくんだけど、前髪の部分をちょっと減らして、ちょっと薄さを出すっていうのが、この頃の時代のポイントなんですよ。うん、なので、このヘアスタイル自体も、やっぱり量が薄い人とかっていうかは、量が多い人が、量を減らして作るヘアスタイルとかだと思うので、その辺は髪質に合わせてやってもらった方が一番いいんじゃないかな。うん、量が多い人の方がやっぱ、いいと思います。僕はで、この有森さんの時の髪型に関しては、この頃もうシースルーバンクの先駆けなんですよ。もう前髪なんてほんとここの一部だけを短く、多分これはね、目にかかる程度でいいんですよ。目にかかる程度作って、それをマジックカラーとかホットカラーとか、マジックカラーとかでもいいかな、100均とかで売ってるから、あれをこう巻いて、それだけ浮かして、根元だけグーッと浮かして巻いて、でドライヤー当てるなり、まあ何もしなくてもいいんですけど、で他の部分に関してはもうグワッてこっち持ってきてる、もうこっちに持ってこないと、本当は前髪になるべきところをもうサイドとかこう横に分けてるだけなので、その分だけグワッて持ち上がるんです。なんで持ち上がるかっていうと、うん、なので本当に前髪をちょっとだけ作って、他はもう前髪同士じゃなくてもう横にする。あとはもうワンレングスベースでいいんですけど、まあ、量を減らすかどうかっていうのは好みに合わせてですけど、この頃のもうトレンディのポイントは前髪、何を言っても前髪、間違いなくもうシースルーバンクの先駆けです。もうこの頃から、これが1990年代91年とかでしょ、で今2021年だから30年前からもうシースルーは始まってるんですよ。もっと言えば、もっと言えばもっと前から始まってるかもしれないけど、まあ一世風靡したドラマ的にはやっぱそうですよね。もうこの頃から、僕の知ってる限りではこの頃からもうそういう髪型が始まってるので、もうこれでちょっと長くして、ちょっとオイルとかをつけるんだったら今っぽくなるし、何もせずにそのまま自然にやるんだったらちょっとトレンディーっぽくなるしっていうのがちょっとした違いではあるので、その辺も含めてやってもらうといいかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。